どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。ではでは、今回追加した雑談に関してです。アメリカでの人種差別反対運動。その陰でなぜかボコボコにされている国の人が、相棒、まあ愉快よね。いやー、霊夢はただでさえひねくれてるのに、最近はさらに悪だよなー。純粋な悪だ。それベジータじゃん。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。ニコニコ動画って使ったことないなー。という方でも、説明欄のリンクを押すだけなので簡単です。同じく説明欄には、YouTube 上のサブチャンネルへのリンクもあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡などに用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。そういえば、サブチャンネルにゆっくり雑談のいい話系をアップしてたな。そうね。このチャンネルがバンされたりした場合とかでも、見れるようにと思って、まあいい話系はバンの理由にはならないだろうから、サブチャンネルにも安心してアップできるしな。どれも泣いちゃう系の感動ものなので、まだご覧になってない方はぜひどうぞ。ちなみに同じ動画がこのチャンネルやニコニコ動画にもあります。サブチャンネルだと再生リストにまとまっているので比較的見やすいかと思います。心がすさんだ時なんかにぜひどうぞ。霊夢が真っ先に見るべきだな。続きはニコニコ動画でね。